スウェーデンの消防車、消えた消防車は、ペールバールと毎週バル協調によるスウェーデンの警察小説、マルティンベックシリーズの第5作である。翻訳の原書は、常温テイト役、パンテオンブックスの英語版、ザ・ファイア・エンジン・ザット・ディサピアード。1968年3月7日23時9分、ストックホルムのシェルドガータンで、自動車窃盗団の張り込みを行っていた。 グンバルドラーソンの目の前で当該の家屋が爆発炎上した。共に張り込みをしていた警官が通報したにもかかわらず、消防車はすぐには到着しなかった。一方、同日の早朝に一人の男が拳銃で自殺を図った。その男の枕元には、マルティンベックと書かれたメモ書きが残されていた。検視の担当医によると爆発炎上した家屋にいた。 自動車泥棒のイエーラン・マルムは出火時にはすでに一酸化炭素中毒で死亡しており現場検証の結果マルムはガス自殺を図った証拠が見つかったその上国立科学捜査研究所の監視機関イエルムの検証で発火の原因はマルムのベッドのマットレスに仕掛けられていた精巧な発火装置であることが分かったありがとうございます